上司に怒られてへこみますの対処法。精神科医カバサーションのカバチャンネル、今日は伊豆高原の桜のトンネルからお届けしています。桜がね、並木道になっている、ずっとね奥まで桜並木がね続いておりますけども、今日は質問いただきました。土踏まずさん、33歳男性、適応障害で休職中です。私は上司から少しでも怒られたり注意されたり嫌味や小言を言われるだけでかなり落ち込んでしまい、次の日から出社するのが億劫になるほどです。こんな自分を変えたいです。何か良い方法がありますか？なんで怒られるんでしょうか？なんで小言を言われるんでしょうか？その原因が分かっていますでしょうか？分かっていたら直せばいいと思うし、直すためにどういうことができるかっていうことを考えていく。へこんでる暇なんかないんですよ、怒られた時には。なんで自分が怒られてるのか、それを今度怒られないためにはどうすればいいかっていう、そこの部分を必死に考えないと、また同じミスや失敗をして怒られるだけなんで、それをフィードバックと言います。何かうまくいかないことや失敗した場合において、そこの問題点や改善点を見出して次の部分に修正していくっていうことをきっちりやっていくっていうことがフィードバックと言います。フィードバックをしない人は、あるいはフィードバックが不十分な人が、同じミスや間違いを何回も何回も繰り返して、何回も何回も怒られて、いつも怒られる人になるわけですね。フィードバックきっちりやってると、同じミスや間違いっていうのは二度と起こらないはずなので、ものすごく怒られないようになっていくはずです。少なくとも今よりは改善していくはずです。なので、なんで自分が怒られたのかっていう原因をきちんとね分析して、場合によってはちゃんと紙に書き出して、こうこうこうだから今度からこうしようとか、何かミスが起こったならミスしないように確認するとか、メモをするとか、トゥードゥーリストを書くとか、常に手帳に入れて忘れないようにするとか、いろいろな対処法っていうのが思い浮かぶと思うんだけど、そういうことをしないで、なんとなく仕事をして、なんとなく失敗しても全て放置するんで、同じミスを同じように繰り返したり、同じ失敗を同じように繰り返すっていうことですよね。なのでへこんでる暇あったらフィードバックしろっていう話になるんですけど、真摯にその自分の失敗に向き合ったらいいと思います。逆に言うと、へこんでるっていうことは現実逃避です。分かりやすく言うと、本気で改善するつもりなんかこれっぽっちもないっていうことが感情反応だよね。落ち込んでキャーどうしようどうしようって言ったって、やるべきことをやるしかないの で、怒ったことを後悔してもしょうがないので、未来に向けて準備していくかないわけ。その中においてへこんでるってこと自体はもう現実逃避してるわけだから、もっとちゃんと現実に立ち返って、なぜ自分がミスしたのか、自分が間違えたのか、うまくいかなかった理由っていうことをね、徹底的に割り出して、対策なり対処法なりをきちんと割り出して、同じミスや間違いを二度としないっていうことをやっていただきたいと思います。これは別に全ての人に言えると思うんですけれどもね、仕事してミスしたり失敗する人は誰でもいると思うので、全ての人に言えることなんですけども、失敗は誰でもするんだけど、同じ失敗をするっていうのはなんでするわけって話でしょ。同じ失敗は絶対しちゃいけないのです。だから失敗するのは全然ウェルカムなんだけど、同じ失敗を二度としないためにはどうするかってことをよく皆さん考えた方がいいと思います。そうでないと永久に同じ失敗をし続けるだけで、永久に落ち込み続けるだけで、永久に自己成長もないし、永久に出世することもないし、永久に人から認められることもないので、自己成長するためにはインプットアウトプットフィードバックのサイクルを回していくしかありません。そのためにはフィードバックっていう部分をしっかりしないと、堂々巡りっていうね、インプットアウトプットフィードバックを繰り返すと螺旋階段をどんどん登っていけるんですけど、インプットアウトプットで終わってフィードバックをしないとすれば、同じミスが同じ間違いが何度も何度も繰り返されるだけなので、フィードバックっていうのをしっかりやっていただきたいなと思います。これは全ての人ですね、全ての仕事をする人、あるいは全ての何かをアウトプットする人、全てに言えることなんですけど、フィードバックをしないと、同じ間違い何回も繰り返すだけだから、アウトプットする意味すらないんですよ、それはね。ということで、インプットアウトプットフィードバック、これをうまく回して、皆さんどんどん自己成長していってほしいなと思います。上司に気に入られる方法。精神科医カバサワシオのカバチャンネル、今日は質問いただきました。ハッシーさん、40歳男性、上司に気に入られるにはっていう漠然とした質問でございますけど、逆に漠然としているので、多くの人が多分同じようなことを考えてんじゃないかなと思いますね。上司に気に入られた方がね、仕事もうまくいくし、やりやすいし、出世や昇進もしやすくなるということがありますから、気に入られないより気に入られた方がいいに決まっているのでね、上司に気に入られる方法っていうのはとても大切なんじゃないかなというふうに思います。上司に気に入られるにはどうしたらいいかというと、私だと気に入られてる人っていうのがすでにいると思いますので、その人の行動をよく観察しますね。だから気に入られてる人がどういう態度でその上司に接しているのか、どういうことを言うと上司がいい顔をするのか、そういうのを
うまくやってる人もいるわけですから、そこのところをモデリングしていくという、モデリングっていうのは真似て自分に取り入れていくということですね。そこをやっていくということがとてもいいんじゃないかと思います。ちょっと私の経験を一つお話しますと、私が医者になりたての頃ですね、医者の1年目の頃ですけども、なかなかこう医者になりたての頃っていうのはね、看護師さんにねいじめられたりね結構してですね、看護師さんとうまくやっていくっていう人間関係がとっても大切なんですね。なかなかそう簡単にうまくやるっていうのは難しいです。そこで私は先輩の先生でね、すごく看護師さんと仲のいい先生がいるんですね。で、看護師さんからの評判もすごくいい先生がいるんですよ。なんであの先生だけすごく看護師さんに評判がいいのっていうことをよく観察したんですね。そうするとですね、その先生は何をやっていたかというとですね、必ず出張から帰ってきた時にお土産を買ってきて看護師さんにプレゼントしていたっていうことを、ほとんど毎週のようにまめにやっていたということを観察したんですね。ああ、こういうことしてるんだ。で、私もそれを真似してですね、必ず出張に行った時は土産的なものを買ってきて差し入れるようにしたら、態度がガラッと変わったというですねことを経験したんですね。そんな簡単なことだったんだっていうねこともあるんですけど、まあ結構食べ物を差し入れると、じゃあ一緒に食べませんかって必ず言うんですよね、看護師さん。じゃあ食べながらいろいろお話しするということで、コミュニケーションが生まれて、コミュニケーションが深まるっていうようなことがあったりするということを学びました。ということでね、こういうふうにうまくいってる人がどうやってやってるのかっていうことをよく観察すると、ちょっとしたコツというのが必ずあるんですね。いろんなことに応用できるんですけども、ですから上司と仲良くなりたければ、上司と仲良くしている人のとにかく行動や態度っていうのはよくよく観察してみる。で、上司の行動もよく観察してみる。どういうことが評価するのか、どういうことに価値観を置いてるのか、例えば仕事の正確さを要求しているのか、仕事の速さを要求しているのか、それとも人間性やコミュニケーションを要求しているのか、人によってね、いろいろと重視するポイントっていうのは違うと思うんですね。本当に書類の提出1日遅れただけで怒り出す人もいるけども、時間通り出してもクオリティの低いものを出したら怒る人もいるわけで、人によっても価値観っていうのがあるわけだから、そういった部分を含めてよくね、人間観察をしていくっていうことが、人から好かれる、あるいは人から評価されるコツになりますので、上司から評価されたいっていうことであると、上司をですね、よく観察してみるということがいいと思いますので、ぜひ明日から詳しくですね、一挙手一投足、言葉の隅々まで観察してみると、いろんなヒントが得られるんじゃないかなと思いますよ。上司がイライラした時の3つの対処法。精神科医樺沢紫苑の樺チャンネル、今日は伊豆高原一碧湖からお届けしています。今日は質問いただきました。ソラシドさん、42歳、女性。私はスーパーでレジのパートをしています。忙しい時間帯になると上司のレジリーダーがイライラし始め、怖くて仕事に集中できない時があります。顔色を伺わず、なるべく気にしないようにしていますが、上司は顔態度にイライラを出すため、どうしても威圧されがちになって精神的に疲れてしまいます。こんな時はどう対処したらいいのか、樺沢先生教えてください。そうですね、なかなか難しいと思います。なかなか難しいのはなぜかというと、過去と他人は変えられないからですね。だからイライラしている上司を、あなたの一言やあなたの態度によって非常にまろやかな状態にするっていうのは非常に難しいことであるので、難しいということですね。その場合にできることっていうのは3つぐらいあると思うのです。1つ目、樺沢だったらどうするのかっていう話なんですけども、スルーするってことなんですけども、スルーするのなかなか難しいと思うんだけども、私だと、へえ、イライラしてるねこの人、以上って形なんですね。観察者になるってことなのかな。直接怒られてるわけじゃないし、あなたが悪いことをしてイライラしてるわけではないので、まだ対処しやすいんじゃないかな。あなたが何か失敗して怒ってるとかイライラしてるってことになると、あ、この人怒ってるね、ふーんっていう態度でいくと逆に怒られちゃうっていうね部分があると思うけど、直接怒られてるわけじゃないので、スルーするっていうのがいいと思うんですけど、なかなかスルーするなんて難しいと思いますが、そういうふうに映画法ですね、映画法、映画を撮ってそれを自分で横から見てるような感じで観察するっていうのが、一つその状態に巻き込まれない重要な方法ですね。客観的に見るってことなんですけども、横の方からカメラで撮ってるかのようにして、この現状を眺めてみたところ、この上司だけがもうイライラして、すげえ間違いだなこの人みたいなね、そういう風に観察できると思うんですね。だから自分にフォーカスするので、緊張とか不安とか恐怖って起きるんですよ。自分の内面にフォーカスすればするほど、不安、緊張、恐怖っていうのは強まってきます。自分じゃなく外側を観察すればするほど、不安や恐怖っていうのはなくなってきます。例えば私がお伝えしているのは、樺沢さん1000人もの前で講演して緊張しないんですかっていうふうに言われますけど、全くしないですね。何してるかっていうと、私は講演するとき来てるお客さんの顔を一人一人見てます。どういう人が来てるのかなとか、どうなのかなとか、会場全体をこう Z 字法っていうのがあって、 Z 字のようにして全体を見渡しながら、常に視線を移動させながら会場を見ているんです。うなずくような反応がしたら面白かったんだなと、
笑いが出たら、ああ受けてるなと、盛り上がってきたな、非常に真剣な表情になってきたなと、入ってきたなと、集中してきたなということを逐一こうやって観察してたらですね、自分のことを観察する余裕とかないんですよね。逆に言うと人間って一度に二つのこと考えられないので、他の人のことを一生懸命観察しようと思えば自分のことを観察する余裕っていうのはなくなりますので、不安や緊張っていうのが出る隙間すらない。なのでお客さん楽しんでるかなっていうことを一生懸命考えると、不安や恐怖っていうのは消えるんですね。だから自分を観察しないで他の人を観察する、上司だけじゃなく、例えばお客さんの状況はどうかなとか、あ列がまた長くなってきたなとかね、そういったことも含めて状況を客観的に観察するという風にしていくとですね、不安や緊張っていうのはなくなってきます。2つ目の対処法は感情の綱引きっていうのがありますね。これもストレスフリー超大全に書いてあります。例えば精神科の場合、患者さんがものすごいなんか怒った状態で来ることがあるんですよ。副作用が出た、どうしてくれんだ、そういう時にどう対応するかっていうと、こういうふうに冷静に淡々と、あそうですか、どんな副作用が出ました、いつから出ました、それで今どんな状態ですか、それは何日前から出て何日ぐらい続いてますか、みたいなことを淡々と普通に話していくんですね。そうするとね、不思議なことに患者さんはゆったりとした口調になってまいります。人間っていうのは感情伝染っていうのが起きるんですね。だからどうしてくれるんだみたいな、何言ってんだ、その薬はいい薬なんだみたいなことで反論すると逆に怒り出す。怒りの感情に伝染して、こっちが怒るとさらに向こうにそれが怒りが跳ね返っていって、さらに怒り出すという、イライラとかも同じで、イライラしてる人に対してこっちもイライラしてきたら、それさらにイライラが増強していくって形なんで、イライラしてる人対応する方法は普通に冷静に、あと話すスピードを2割ぐらい落としたらいいです。あなたが普段話しているスピードよりも少しゆっくりめに話す。そうすると自然と相手のスピードもゆっくりになってきて、感情も落ち着いてくるんですね。感情の綱引きは今ここで行われてるんですよ。どっちが強いかって話なんですね。相手が怒ってる、こっちはクールである。相手の怒りが伝染されてこっちにも怒ったりイライラしたりするのか、こちらのクールを相手に伝染させて相手をクールに落としていくのか、ということでクールを維持していくってことで、実は相手のイライラを鎮静するということが可能になりますね。これは直接対面した場合とかそういうことが可能になってまいります。3つ目、諦めるっていう方法ですね。諦めるってどういうことよって話なんだけど、他人と過去は変えられないですね。だから今カリカリ怒っている上司をなだめることも難しいわけですね。そうした時にそこにこだわってもしょうがないので、しょうがねえなあ、また怒ってるじゃんっていう形で諦めるしかないんですよ。もうそれはだってあなたの努力で変えられないでしょ。あるいは他の人と協力しても変えられないですよね。そのね、イライラするチームリーダーをね、辞めさせるわけにもいかないわけだから、そうなってきた時に諦めるっていうですね、選択肢があって、この諦めるっていうのは意外といい選択肢で、しょうがねえなあっていうふうにしか思うしかないので諦めちゃうと、それ以上どうにもならないわけでね。なのでそういう意味で何とかしないとっていうふうにみんな思うんだよね。そういうふうなマイナスな出来事が起こったりとか、起こってる人がいたりすると、何とかしないととか、何とかしてあげないととか、それがストレスの原因ですね。逆に言うとね、自分自身が作り上げてるわけですよ。だから同じ職場にいて、あなたはそういうふうに怒ってる上司に対して戦々恐々としてるかもしれないけど、あーまた怒ってるよみたいな感じのベテランの店員さんは多分そんな対応してるんじゃないかなと思うんですよね。これがいい意味での諦めるってことなんですね。だから何かそこに抗うと余計良くない、抵抗すると余計ストレスが増えるっていうことなので、抗わないってことは実はすごく良い解決法だったりします。ということで、上司がイライラした時の3つの対処法という形でね、いくつかのパターンをお伝えしましたので、ぜひですね試してみていただきたい。相手を変えることができないから自分自身が変わるしかないんですね。その部分だけよく覚えておいてください。自分がどう変わるのか、むしろだから鈍感になるというか、スルーできるようになるというか、やり過ごすとか、そういう風にして自分が変わる以外に対処法っていうのはありませんので、あなたがどう変わったらいいのかっていうのを考えてみていただけたらなと思います。カバチャンネル3313本の全動画リストをプレゼント、ダウンロードはコメント欄のリンクから。上司が怒りっぽいの対処法。精神科医カバサーションのカバチャンネル、今日は質問いただきました。黒亀さん、私は精神科のスタッフです。直属の上司の異動性、怒りっぽさ、衝動性がむごく疲弊しております。ご本人にも自覚があるようで精神疾患を疑っております。院長に相談しましたが静観するように言われました。しかしこのままでは私の方が参ってしまいそうです。どのように対応したら良いでしょうか。いい方法があります。睡眠、運動、朝散歩ですね。もうとにかくこの人間関係の問題とかの質問が山ほど来てるんですけども、睡眠、運動、朝散歩してますかっていうことになっちゃうんですよね。だいたいこうストレスがかかればかかるほど睡眠が減ってきます。よく眠れないってことにもなってくるかもしれない。あと余裕がないからそんな運動したりする暇もない、当然朝散歩する暇もない。そうなってくると自分のメンタルがズタズタになっていく、脳疲労になるとセロトニンが下がってきます。セロトニンが下がるとイライラしたり余裕がなくなってきます。余裕がなくなってくるから、そういうふうに上司に怒られた時にうるせえなんだみたいなことを
ムカッとしたものを我慢しなきゃいけないから、よりストレスが多くなってきて、よりストレスをかぶって、より睡眠が足りなくなって、よりセロトニンが下がって、うつみたくなってきて、死にそうになってきて、もうやだって言って仕事辞めたりするっていう風に悪循環になっていくんですね。なので変えられないストレスに対するものすごい効果的な治療法というか対処法があるんですね。それが睡眠運動朝散歩なんですよ。だから逆に言うと、睡眠運動朝散歩で体と心を盤石なものにしておけば、上司から何言われても、そうですか、分かりましたって言って笑顔で対応する余裕ができるんですね。これはセロトニンがしっかりしてるとそういう気持ちになってきます。だって怒ったってしょうがないじゃないですか。その自分の上司でいつも怒ってる人に対して反論しても余計ひどくなるだけじゃないですか。だから、分かりましたってただ言っておけば済むわけですね。それ以上の対処法ってないじゃないですか。他に反論したらいいんですから。反論したら余計悪くなりますよね。そうした場合において、分かりましたっていうふうに、この中ではバカ野郎と思ってもいいんだけど、表面的に笑顔でスーッと流しておくという、これがのれんのように対応するってことなんだけど、のれんのように対応できませんとほとんどの人は言うんですね。私のストレスフリー超大勢にのれんのように対応しましょう、ストレスが来てもって書いてありますけども、できないのは心と体に余裕がないからできないので、睡眠をしっかりとって運動して汗を流して朝を毎日15分の散歩をするというところ、特に朝散歩が一番大切なんですけど、なぜかというと朝散歩はセロトニンを活性化するからです。下がってセロトニンを高めるからです。で、とにかくストレスをもらうとセロトニンが下がっていきます。分かりやすくと、うつ病ってセロトニンが下がってる病気ですからね。だからストレスをもらえばもらうほどセロトニンは誰でも下がりやすくなっていくんです。うーっていう感じになっちゃう。気分的に、あーやだな、仕事なんか行きたくねえよっていう感じになってる人は、大体セロトニンが下がってきてるんですね。朝散歩することでそれを基準まで上げることができるんです。だから仕事がやだとか、仕事の人間関係がやだっていう人ほど、きっちりと時間がないかもしれないけども、朝散歩してから会社に行くっていうことをやっていただきたいなと思いますね。そうするとセロトニンが上がってきますので、そういう自分が嫌いな人と対応したり、あるいはお客さんからわーって言われたり、あるいはこのように非常に怒りっぽい上司と対応しても、今よりも余裕を持って対応することができます。今よりも余裕を持って受け流すことができます。これがセロトニンの力です。セロトニンというのは感情をコントロールする脳内物質です。脳の指揮者とも言われています。つまりセロトニンがしっかりしてると、自分の怒りっぽさとかイライラを全部抑え込んで、まるっと収めてくれるですね、セロトニンさえ高めれば。だから自分が上司が怒られた時に、なんだこの野郎っていうふうに思ってしまうってことは、もうセロトニンが下がってるってことなんですね。それはね、でほとんどのお疲れモードの人はセロトニンが下がってるんですよ。だから朝散歩しようねって、これだけ何十回も何百回も何千回も言ってるんだけども、で実際私も今月1ヶ月ほぼ毎日朝散歩してるんですけど、ものすごく調子がいいですし、体重が3キロ痩せたかな。この間2キロだったんだけど、さらに1キロぐらい痩せて、食欲がすごい出ないっていうか、もともと結構私ガーって食べる方なんだけど、食欲が全然なんか普通なんですよ。普通っていうか、なんかお腹いっぱいって感じにすぐなっちゃってて、すごい食欲がコントロールされるんですね。セロトニンっていうのは、さっき言ったように脳内物質をコントロールしますけども、食欲もコントロールできるんですよ。だから本当にそうやってセロトニンが上がった状態になっていくと、感情も安定してくるし、食欲も安定してくるんだなっていう部分も、私はすごいここ1ヶ月実感してるんですね。逆に言うと、皆さんストレスかかってる方って、無茶食いとか、夜中家帰っていくからなんかカップラーメン食いたいとか、女性だと夜中になんかチョコレートとか、こう袋菓子食べたいみたいな衝動に囚われてる人は、もう間違いなくストレスがかかってセロトニンが下がって、それによって食欲が暴走してる。食欲が暴走してるってことは、もうそれストレスが暴走してるってことなので、セロトニンを高めないといけないですよということですね。なので人間関係の問題とか、変えられないじゃないですか。変えられないストレスに対して抗っても、全部ストレスにだって返ってくるんです。壁をぶん殴ってるのと同じですから、しょうがないです。全部自分に力として返ってくるわけですね。だから変えられないものに対して受け流すしかないので、上司が怒っても、あ、そうですか、分かりました、笑顔で対応するというのが一番いい対応で、それによるストレスを睡眠と運動と朝散歩で流していくという形ですね。これが一番いい対応だと思います。世の中の全てのストレスに対する正しい対処法だと思いますね。逆に言うと、ストレスがかかると今みたいなことができませんって皆さんが言うんだけど、できないからこそやれば効果があるということなんですね。皆さん、そんな来られても笑顔で受け流すなんてできないよっておっしゃるけど、できないってことはセロトニンが下がっていることなんで、朝散歩してくださいということが一番のいい結果が出るわけですよ。という形で、ぜひね、睡眠運動朝散歩やると本当に心に余裕ができると思いますよ。何この人バカみたいに怒ってんだろうみたいな感じで、こう冷静にこう物事を考えれるようになります。セロトニンがしっかりと高いとね、いわゆる将棋の対局でさ、何手も先まで読めるようになるような、そういう頭の状態になっていくんです。
ですね、セロトニンが。セロトニンが下がってくると一手先も読めないような状態になってしまいます。頭の回転がね、どん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 良くなってくる、そういう感じですよ。だから余裕を持って対応できるようになるので朝散歩なんですね。ということで、人間関係悩んでる人がいましたらね、朝散歩、睡眠運動、朝散歩、睡眠不足ダメですからね。6時間以下の睡眠をとってると絶対こんな風に怒られた時に冷静に対応することは私は不可能だと思いますね。さっきから人間関係の問題が何らかんだって言ってるけど、まさか6時間睡眠とってないよねってお伝えしたいんですね。そういう質問してくるまでにちゃんとまず7時間寝てるよねと。睡眠6時間切ったらイライラするし、ストレスどんどん溜まっていくし、人間関係も悪くなっていくし、上司に怒られた時にムッとするし、仕事のミスも多いし、そんなの当たり前なんですよ。だから当たり前のことをまさか質問してないよねと思うんですけど、睡眠7時間以上っていうのは大前提にした上で、睡眠6時間切るとものすごい精神的に不安定になり、イライラし、ストレスも溜まってきますので、さすがに YouTube カバチャンネル何回も見てる人はもう当たり前だろうと思うかもしれないけども、初めて見る方もいらっしゃると思うので、睡眠最低6時間、そういう精神的に不安定な状態になってる人は7時間以上寝るのは必須なので、睡眠運動朝散歩で皆様の人間関係をスルッと流せるようになっていきましょう。